アテナイの学童ラファエロ・サンティオ1509から1510フレスコ5770センチメートルバチカン四国古代ギリシアの英知の人の群像が描き出されているギリシア哲学とはかつて古代ギリシアで起こった哲学の総称現在でいう哲学のみならず自然学や数学を含む学問や学級的栄意の総称である哲学及び 哲学者という言葉を最初に用いたのはピタゴラスであると言われる。哲学者を含めた知者はソフィストとも呼ばれ、詩人もこれに含まれた。ディオゲネス・ラエルティオスはギリシア哲学の起源をアナクシマンドロスから始まるヨーニア学派とピタゴラスから始まるイタリア学派に対別し、ソクラテスやプラトンは前者の系譜でパルメニデス・ゼノン、エピクロスらは 校舎の系譜であると主張している。さらにディオゲネス・ラエルティオスは、哲学には、自然学、倫理学、論理学の3つの部門があり、まず自然学が発達し、ついでソクラテスが倫理学を加え、ゼノンが論理学を確立し、倫理学には、アカデメア学派、キュレネ学派、エリス学派、メガラ学派、キューニコス学派、エレトリア学派、奇ン学派、商用学派、ストア学派、 エピクロス学派という銃の学派があったとも主張している。中世には一方ではギリシア恐怖らによってシンプラトン主義が発展した。他方では西欧ではローマの没落とともにギリシャ語の読み方がわかる人も少なくなった。イスラーム教アッパース朝のカリフたちはギリシア哲学の写本を収集して翻訳家を雇った。キンディ・ファーラービー イブン・シーナー、イブン・ルシュドといったイスラーム哲学者たちが、イスラム教の文脈の中で、ギリシア哲学を解釈し直した。それが中世世紀にヨーロッパに伝播し、アラビア語からラテン語への翻訳を通して、ギリシア哲学が西洋で復活した。ギリシア哲学は、アラビアの新しい注釈とともに、トマス・アクイナスなどの中世哲学に多大な影響を与えた。 ありがとうございます。